はい、こんにちは。日本改革党奥沢です。田中大吉かっこ芝様、ご支援ありがとうございました。きっと大吉っていう柴犬飼ってらっしゃる田中さんなのかなって思いますけれども、ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。1月21日土曜日17時から池袋でメール党員さん限定新年会、ご参加お申し込みは党員メールからお願いいたします。今回は残念ですが定員が少ないため、会場が狭いため、支部長さんと代表好きたっくんは、ご遠慮ください。すいませんです。支部長さんたちは、まあ、支部長さんたちでまたやりましょう、打ち合わせ。水戸駅にて政治活動してまいりました。石井健一郎さんとですね、ちょっと緊張してみるみたいですけど、石井さん、お声掛けくださった男性メール党員さん、視聴者のご夫妻さん、ありがとうございました。帰りにちょっと事件がありまして、まあ、特急乗って帰ってきたんですけど、水戸ね、隣の席が2歳ぐらいの女の子を連れた若いお母さんと、2人でいてですね、まあまあ上の網棚にトランク、ガラガラですか、中ぐらいのね、あげるのは黒しさもんですから、まあ手伝ってあげたんですよ。降りんのもですね、その方上野で降りたもんですから、降ろすのをやってあげたんですけれども、これが重かった。重いの方が重かった。中ぐらいのサイズの、まあ巨大なやつあれじゃないですか、旅行するとき使うさ、あれじゃなくて中ぐらいのサイズだったんですけど、まあ衣類かなんか入ってんのかなって、お里帰りしてて連休にって思ってちょっと舐めておりましたら、なんか中にね、ダンベル入ってんのがこれだっていうぐらい重くてですね、膝がくじけそうになってしまいました。いや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 、まあ親切できて、よかったであります。赤い羽共同募金さん、コラボにですね、2018年度700万円、2019年度980万円、2020年度1000万円、合計2680万円を送金していました。二度と赤い羽募金をしないと私決心いたしました。ネットの反応です。赤いピン羽募金、今年から募金お願いの列の前を完全無視。昔は小学校などで半ば強制みたいな形で募金集めてた。ほとんどの自治会やら PTA やらいろんな組織から自動で募金することになっている地獄。ここに限らず大手の慈善団体といってろくなのない。性悪説で行くしかない。赤いイコール共産を羽ばたかせるから赤い羽か。周りにもしないように進めます。まさに赤い羽。善人を踏みにじる行為。募金ってまともなのがほとんどない。弱者支援基金の類って全て悪い意味で繋がっているのではないか。試験なんですけど、集めた金の一部がコラボに行くとしたら、募金なんかせんかった人も多いのでは？一応ね、金だけ集めてですね、使い道は俺たちが決めるって、そんなのありがって話なんですけどね。昔は学校で強制されてましたわ。赤い羽代で明日、徴収しますなんて先生に言われてね、10円か20円だったんですけどね。赤い羽、過去にはですね、辻元のピースボートにも送金してた、金回してた、前科がありまして、過去はほじくり返してくれた人のおかげで知りました。ツイッター便利。ピースボートなんて所詮世界観光でしょう。やむにやまれず行くもんじゃないでしょ、困ってる人が。なんでそんな遊びのために募金を強制されるんだ。強制された赤い羽募金の金がそっち行くんだ。ピースボートに行くってしたら、赤い羽なんか、募金しねえわって人も多かったんだよ。さらにですね、赤い羽って中国で生産してあって、そこにも金が回ってるってことですよね。おかしいだろ。赤い羽募金したら、共産党下部組織で監査でダメ出し食らってる怪しい税金中中団体の、コラボに金が行くって、お知り合いにも教えてあげてください。全くふざけてんなこの野郎はなって思いますよ。10年以上動いていない休眠口座は没収されます。その金集めて作ったですね、休眠預金活用事業基金が2019年に保護女性のシェルター建設のためとしてコラボに1億円あげてました。
なんと、ネットの話、いやもうこれ詐欺レベルでしょ。あちこちから出てくんね。どっからでも躊躇してんだな。こんなん許していいわけないやろ。どこまでこじきやねん。一体誰がこんなこと思いつくんだろう。なんやかんやあって、コラボの2021年度の収入はですね、2億1000万だって、監査でダメ出し食らったのは、そのうちの都が出した2600万円のみ。いや、闇深いな、深すぎんな。現在この1億円で都内にシェルター建設そうだそうで、そりゃ自称慰安婦の正義連っていう韓国の団体に寄付するなんて何でもない出費ですわね。こんな金なんだったらね、鼻がもげそうな勢いで鼻息が荒いコラボですね。調子に乗ってですね、2022年度は都に4500万円要求して通っちゃってんですよね、これね。監査受けたのは2021年度終了した分の2600万円。終了してない。まだ年度半ばなんで、まあ、3月末まで。なので、こちらの監査ってことにはならないんですけど、まだ途中なんで。こちらも住民監査請求出すべきですよね。暇さらさんがやらんなら、まあ、やるとは思いますけれども、私が生理の税理士2名ばかり知ってますんで、収支をチェックしてもらいますね。どうせボロボロで、素人の私が見てもダメダメなんだろうけどね。領収書も全然なくて。コラボの直接の所管の都福祉保健局、全く関係、監督せずに、管理せずに、金だけ出して、管理ガバガバなんですけども、2019年にですね、少子社会対策課程支援課主任、これは福祉保健局のね、と障害者施策推進施設サービス支援課主事がですね、それぞれ自治労都庁労組執行委員長と自治労都庁労組自治労連副委員長に甘くだっていたのは全くの偶然です。全くの偶然ですね。ネットの話、こういう天下りはやめよってなったんちゃうの。在職中も闇千住っぽい。そろそろいい感じの相関図がバズりそう。まあ見取り図、こういう関係でみたいな、相関図作られてバズりそうだな。自治労は連合の一角で民民ではなく立憲と社民を支持してるって公言してる基地外団体で、日教組と並びですね、非共産系としては最強の極左どもと、立憲共産党とも呼ばれてて、選挙協力もしてっから共産系のコラボを優遇するのは当然かもね。結論ですけど、都福祉保健局はコラボの仲間で我々の敵であると。暇空さんの告発でいろいろめくれてますね。良いことだな。都スポ記事なんですけど、都庁関係者、この問題が都に波及するかというと今のところはないでしょう。コラボ弁護団は住民監査請求をした人、暇空さんを提訴しており、両者の争いとなりそうです。都庁関係者って職員だよね。都に波及しないって、それはあなたの感想ですよね。波及しないといいな。デブの元公務員は、デブの元公務員 YouTuber は、都知事までは行かないだろうが、保健福祉局長の首は、って言ってましたよ。飛ばされないのかな。コラボが済んだら、こちらが本丸って言われてるですね、ボンド、パップス、若草プロジェクトの3団体に暇空さんの追及が向く予定だそうであります。コラボは四天王の中で最弱で、少年漫画のベタな展開が見れそうで、目が離せませんな。真偽不明が飛び交ったですね、2019年大統領選見ときみたく、追う情報が大量でですね、脳みそ疲れちゃいますよ。もう最近ね、コラボ関係すごくてね。本日のその他のニュース、岸田内閣増税で少子化対策を、非正規労働者に子供手当をばらまくため基金を創設、年金、医療、介護、雇用など社会保険から広く薄く値上げして基金の原資とすることで調整に入ったということは出発済みなんだな。もう決まっちゃって今こさえてる最中なんだなってことなんですけど、子供が減ってんのはですね、実質税負担率 48.1% の重い負担で、若者が希望を持てないからですよ。私が若い頃は 36% 出てた程度だったの。このぐらいに減税をすることこそがですね、
税負担を減らすことこそが真の少子化対策だが、真逆やってんですよね、あのバカ岸田と財務省はね。財務省は増税できれば何でもいいやん、バカ岸田と騙して、こんなことやらせよ、操ってるのかもしんないけど、本当バカすぎて絶望しますよ岸田さんね。2022年度倒産件数が3年ぶりに前年度を上回ると。今まであの3年間右肩下がりだったんだけど、2022年度は上がっちゃった。日経新聞、コロナのせいかな、ロシア・ウクライナ戦争で原油が上がったせいかな、のんきな分析してますけど、これも重税のせいですよ。岸田ね、あの法人税上げようかな、防衛強化のため、株からの配当税を上げようかな、こんな姿勢じゃ経営する側も希望持てないでしょ。で、あのちょっとあのダメだったらもうやめたってなって、あの倒産件数増えてんじゃねえの、岸田のせい、増税のせい。山上容疑者、1月13日までに殺人罪と銃刀法違反で起訴される見込みだそうであります。つまり精神鑑定は白と出た。ですんで、起訴できんな。随分長かったけど、やったことはテロなのにただの殺人罪なの。民主主義に対する挑戦とか平和に対する罪とか、そういう加算ってないのかな。日本に新たにテロ罪が必要ではないかって私思うんですけど、この場合はあの殺人罪プラステロ罪ってことで裁くべきなんじゃないのかなって思っております。椎和夫と小池晃と党副委員長の4人、合計6人コラボについて一切意思表示なし、まあツイートしてねってことなんですけども、これは黙ってろって指令が出てますよね。いいよ、あんたらが、あんたらの分まで我々が騒ぐから。赤旗、辺野古基地建設警備に、1日2132万円税金の無駄遣い、基地抗議の弾圧とか言ってるんですけど、どう見ても過剰に暴れてんのは基地反対派の方だよね。なんか知らねえ人の車のボンネットに乗っかってガンガンやってみたり、道路に猿みてえに座り込んでみたり、凶暴なことやってますよね。お前らが暴れなければ済む話だろ。米軍さん、そろそろこいつらどうにかしちゃってください。どんな方法でも構いませんから、日本人は文句言いませんからね、日本人は。テレ放題、今年いっぱいで終了。なんだってというのは昨日お伝えしましたけれども、それに続き、フレッツ ADSL が今月いっぱいで終了。なんだって、まだあったんだ ADSL、 驚いたなと。 ISDN ってまだあんだろうか。いろいろとですね、旧石器時代のサービスが終了していきますな。2023年ってひょっとしたらネットの新石器時代到来、新時代なんではないか。5G や 6G とかが出てきて縄文時代になるんでしょうか。新石器時代が終わって、Twitter が一人の金持ちの決心で浄化され、コラボが一人の暇人の怒りで風前の灯火となり、パヨの他の悪事も次々バレて、時間は我々の味方だな、希望を持てんな、なんて思います。今日はスーツケース上に上げて、上げた、2歳ぐらいの女の子の未来のためにも、悪を倒さないといけねえな、おっさんが、いい年したおっさんが、と思います。このね、コラボとか若草とかそういうのをあの子らに残さないっていうのがおっさんらの責任ではないでしょうか。おっさんと宿女2割ぐらいの宿女、私のチャンネルの登録者の男女別が、男性8割女性2割となっておりますんで、まあおっさん8割宿女が2割、レディーが2割という感じでしょうか。というわけで、メール党員さん大募集であります。メールご購読ご記号入くださり、日本改革党を支えてください。地道に、地味に、各地で、政治活動頑張ります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。